大きな群れで暮らすため、毛繕いなどのコミュニケーションが欠かせないこちらの猿。名前をハヌマンラングールと言います。オナガザルかハヌマンラングール族に分類される猿で、ラングールとはサンスクリット語で痩せた猿を意味します。ハヌマンラングールはインドとバングラデシュに生息します。彼らは多様な環境で暮らし、森林はもちろん人の居住地周辺にも現れます。日中活発な中高生で、活動の多くを樹上ではなく地上で過ごします。体長はオスが約65センチ、メスが約60センチ、体重はオスが8から20キロ、メスが5から17キロ、尻尾の長さは約60センチでオスの方が大きくなります。このように見た目の上で雌雄に違いがあることを性的二型と言います。ハヌマンラングールは葉っぱや果実、花といった植物質のものを主食とします。ハヌマンラングールはテングザルやキンシコウなどと同じコロブス赤に属するため、例えば同じオナガザル科でオナガザル赤の方に属する赤毛ザルや黒ザルなどの猿よりも、特に葉っぱを効率よく消化することができます。ところで、先ほどハヌマンラングールのラングールとはサンスクリット語で痩せた猿を意味する言葉であることをご紹介しましたが、残ったハヌマンとは一体何のことでしょうか。ハヌマンラングールが生息するインドにおける宗教にそのヒントがあります。インド人の大半が信仰するヒンドゥー教、その聖典にもなっている叙事詩ラーマーヤナには、ある猿神が登場します。その神の名はハヌマン。雷の神インドラと並ぶほど高位な神である風の神バーユの息子で、このハヌマンこそがハヌマンラングールの名前の由来です。ハヌマンラングールはハヌマンの親族として現在でも崇められており、ヒンドゥー教の寺院では手厚く保護されています。そんなハヌマンラングールですが、我々にとっては衝撃的なある習性が発見された最初の哺乳類でもあります。その習性とは子殺し。1964年インドのダルワールに生息するハヌマンラングールの群れで、京都大学の杉山幸丸により動物界では初めて発見されました。ハヌマンラングールは大人のオスが1頭しかいない単有複子、もしくは大人のオスが複数いる複有複子の群れを作りますが、子殺しは前者の単有複子の群れで起こります。単有複子の群れでは数十頭からなるメスや子供の群れを1頭のオスが率います。このオスは群れを持たないオスによる攻撃から群れを守りますが、それがかなわず群れが乗っ取られた時に子殺しが起きます。新たなオスが群れの子供たちを皆殺しにしてしまうのです。なぜ群れを乗っ取ったオスは群れの子供たちを殺すのでしょう。一般的に哺乳類において子供を育てている間、メスは発情しません。つまり子供を作る準備ができていません。しかし子供が殺されるなどしていなくなると、メスは発情を再開します。そこで群れを乗っ取ったオスは、昔のオスの子供である可能性が高い子供を殺すことでメスたちの発情を促し、そのメスたちと交尾します。そうして生まれた子供には群れを乗っ取ったオスの遺伝子が宿っています。つまり子殺しとは自分の遺伝子を残すための戦略だったのです。自然界での子殺しの発見は我々人間にとってショッキングなニュースでしたが、今となってはホエザルやゴリラといった他の霊長類やライオンなど霊長類以外の哺乳類でも子殺しは見られることが分かっています。さて、子殺しが動物界で初めて発見されたインドの猿ハヌマンラングールはいかがでしたか。実は日本でも山口県の時和動物園にて彼らを見ることができるので、ぜひ足を運んでみてください。また彼らのより詳しい生態や子殺しについてより深く説明した記事を概要欄に載せておくので、こちらもぜひご覧ください。それでは次の猿まで、さようなら。